皆さんこんにちは、アトム通貨実行委員会と申します。アトム通貨は、早稲田高田馬場エリアで主に流通している地域通貨の管理運営をしております。他にも新座支部や女川支部、あと春日井支部ですね、愛知県の方のここにも支部がございます。毎週金曜日にですね、6限にミーティングを行っております。ですね、イベントを企画したり、加盟店の対応をしたり、あと商店街の方ですね、手塚プロダクションの方とも、結構関わりが多くてですね、いろんな話を聞けたりしています。あとそうですね、マッチワークグループとか、あと運営スタッフ、早稲田さん運営スタッフっていうサークルとも関わりが結構あります。そうですね、いろんな地域の方と顔見知りになったり、街に詳しくなったり、将来に役立つスキルが身についたり、他の町系のサークルの人と仲良くなったりできます。はい。で、例年打ち水大作戦っていった、あの子供たちとか、あの家族連れの方々にですね、早稲田大学の校内で、打ち水をしてもらうっていうイベントをしたり、あと地球感謝祭っていう、あの今年は、ガラガラっていうんですかね、あの当たりが出るやつを子供たちとか、あと商店街の人たちにやってもらって、それであの商品としてアトム通貨を配ったりしています。あの去年までは結構大きなイベントだったんですが、今年はこれだけとなっております。あと西早稲田子ども天国、これも今年コロナの影響であまりできなかったんですけど、子供たちにあの出店をやってもらったり、可愛い子供たちの、相手をしながら、いろんなことをするイベントをやってました。そうですね、コロナ禍でもあのコロナ企画だったり、あと早稲熊デリっていう、あの早稲田生が、Uber Eats の配達員をするような、企画がございまして、それの、 あの利用者にアトム通貨をプレゼントしたりしておりました。はい。地域通貨って何だろうとか、怪しいなとか、なんかそういう宗教的なものかなみたいな点があると思うんですけど、とりあえずそんなあなたは、一緒に早稲田の街を元気にしませんかということで、とりあえずあの金曜に行われている定例会に来てみたり、このアカウント、あのツイッターで名前を探せば出てくるので、ぜひ連絡をお待ちしております。はい。毎週金曜日行っておりますので、お待ちしております。ありがとうございます。